えと今日のタイトルあの「働かないで食べるご飯はとても美味しい」っていうタイトルにしたんですけど特にあのひでにも何もないんですけど働く飯はうまいみたいなことで働いてない人が良くないみたいなことを言う人いるんですけど働働かかなないいでで飯食えるんだったら働かない方が全然楽ですよ結局誰かが働くとその分仕事の枠が1個減るんですよね。 であの今の日本ってその高齢者でも2,000万円足りないとかでなんかあの高齢者の人働かせようとするんですけどそこで高齢者の人が働くと若い人の働き口が1個減るんですよ。 高齢者で年金もらってる人が働いちゃうと年金もらってるから別に時給300円でも働きますとかになっちゃうと時給300円で荒くなるじゃあ高齢者雇いますになるんですけどそうするとその若い人で人人暮らしをしをたいいいいいののででで働かかななななききゃゃけっってて時給300円の仕事じすどんどん仕事が減ってっちゃうのでもし余裕があるんだったらもう働かない方が社会のためだと思います。 僕その毎日8時ぐらいにエッセンシャルワーカーと言われるお医者さんだったりとか郵便屋さんとか現場仕事の人に感謝をしましょうみたいなのをツイートで書くようにしてるんですけどその中にあの一応自宅警備員入れてるんですよ。 それの理由としては自宅警備をわざとしてる人って仕事をしないっていうことによって社会に出ないことでそのコロナの,その人の流れが多い人流が多いとコロナ広まるよねってあるので外に出ないっていうことだけでも今意味があるしでさらにその人の職業を圧迫しないですよねすげー優秀な人で自宅警備員じゃなくて働いちゃいますってなるとその人が人の仕事を一つ奪うことになるじゃないですか失業者を一人増やすことになるんですよ。 なので、その働かないってことは失業者をその一人増やさなかったってことになるし、まあ今の時代は働かないでいいんだったら働かない方がいいよねっていう時代なので、働かないで美味しいご飯を食べてくださいって話です。